皆さんこんにちはでございます。どうですか、コロナウイルス。大阪はもうどこも出ていけなくて家にこもっておりますが、第二京阪があそこに映ってますけどね。さあ何もできないからね、しょうがない。お昼ご飯をここでちょっと食べたいと思います。焼肉食べたいなと思って。今どう、みんなテラスキャンプとかさ、ガレージキャンプとかさ、そんなんばっかりになってますもんね。どこもかしこも。しょうがないよね。それでは設定していきたいと思います。シェラカップのシェラキャップ一緒これ今日は日年縛りでいきたいと思います。使えるんですよね、この日年。意外に使える日年ですね。ご飯タコ、ご飯なんかもう1ヶ月ぐらい食ってないからな。これメスティン自動炊きでよし、でそうしよう。こうやった。一応な、風防つけとかんとさ、なんか燃焼効率がすごく悪いような気がする。よいしょ。カイエン、固形燃料。固形燃料はな、置いといたらもうすぐなんか干上がってしまう。よし。はいよ。でこれでご飯を炊くと。よいしょ。よっ。重しがないから白カップ。はいよ。さあ、そしたらご飯炊いてる間にちょっとお湯沸かそうかな。お茶の用意をしないと。これもったいないな。そこつかへんかね。あ、ついた。はいよ。あ、ついたついた。これついてるからね。おお。よいしょ。はいよ。よし、これでいいかな。ちっちゃくていいでしょ、なかなか。このぐらいのスペースあったらご飯は作れるっちゅうこっちゃ。お湯もすぐ沸くし、ご飯炊くと楽だから。ね、なんか出すもんやけど、お肉家にあった、まあ、ダイエットの定番やね、いつも の砂ずり。ナスビの田楽とトムラのタレで食べたいと思います。今日はこんな感じかな。テラスにいても雨は降るのか。さあ、そしたらお肉焼いて。雨降ってきたわ、マジで。よいしょ。
お肉入れて食べたいと思います。アメリカ産にしてはなかなかいい肉だったよこれは。よし、ご飯は多分もう炊き上がったと思う。見ましょうか。はい、それでは蓋オープン。あ、おお、きれい、いけてますね。あとはちょっと蒸らしとけば。よし、お、雨降ってきたわポツ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 言うとる。よいしょ、わ、いいじゃんいいじゃん、これで十分や。よいしょ、そんなに量もいらんしな、今はあんま食べれんくなってるからね。ワンズはというと、まあ屋根あるから安心やっちゃ安心やけど、なんか待ってるね後で砂ずりあげたいと思います。なんか結構本降りに降ってますね大丈夫かいな。ちょ、まあ こんな感じなんで、一応屋根はね上ついてるからいいんですけどね。よっ、とりあえず焼肉を食べないとよいしょ、美味しそうやんか。お腹減ったわ。肉なんか当分食ってなかったからね。よし、なんかあれ 5.5 キロ減ったかな。今78キロまで来ましたけどね。まあまだまだ10キロ落としてもまだ68やもんね。そんなもんまだまだ、夏越したぐらいでちょうど20キロ減ぐらいじゃないですか。まあスリムな体型になりますよ、もうちょっとしたらいいっすよねこれ、 めっちゃ気に入ったこれ、かぶりやすい結構。白カップの白キャップ。はい、それではいただきたいと思います。よいしょ、おいしそう、おいしそうやんか。わあ、久しぶりのお肉やわ、嬉しいね。ご飯も久しぶりやわ。優しく食ってないもんね。うん、うまっ。ワンズと取り合いなんだけどな。うまっ。自分が欲しいの、スナズリって。うまいな。美味しいわ、めちゃめちゃ美味しい。歯ごたえ抜群、うまっ、これうまい。ほい、完食。あー、美味しかった、ごちそうさまでした。あとこれはワンズ、めっちゃ待ってる、見て、いい子でしょめっちゃ待ってるたまらんよね、この匂いは。なので、あげたいと思います。あげたいと思います。座って
まずは、うれ、こんだけあるよ、今日は。よかったね。まずは、お肉。ここ、はい、お肉あげよう。はい。大きいやろ、これ。おいしいっしょ。はい。よいしょ。わ、一発でなくなった。ここも一発で。もう座って、ちゃんと。大変なんだろ、ちょっと。はい、ここ。ここ、もうちょっと前置いて。やろう今日は。いっぱいあるね。よかったね。座ってもここはい。はい、もうおしまい。もうないよ。いつまで続くのこの自粛ムード。どこも行けないでしょ。当分こんな感じになるよね。いやー面白ないね。どうにもならんちゃならんですけどね。はよ緊急事態宣言が解除されないと。キャンプ場も全部閉まってますからね今ね。ああどっか行きたいね。またこんな感じで お昼ご飯なり夜ご飯なり食べると思いますけど、またよろしくお願いします。はい、おしまい。食べたいでしょ、あんたたち。美味しかったでしょ。よし。こんだけ食ったら、こんだけ食ったらだいぶズイフト乗らなあかんね。おまけでつけようかな。映像おまけ映像でズイフト乗ってるところ撮りましょうか。200ワットぐらいで走ってたらそれなりにあのカロリー消費しますからね。いいっすよズイフト。さあそれでは片付けていきたいと思います。これ1個あったら十分よね。日ね、まだ全然残ってる。全然まだまだ使えますよ。まだ重たい。これだけだったら十分。だってこれだけで丸1日3食作れるもんね、ご飯。あの、非常時の際は大活躍ですよ。あの、災害救助袋の中に一つ日の。それに今日雨やしな、すんごい。すんごいってなことないけど、結構雨降ってるから、お散歩も今日ないでな。退屈だよね。ドッグランも行かれへんし。もう2ヶ月、1ヶ月、1ヶ月ドッグランなんか行ってないもんね。かわいそうやな。今日お散歩も行かれへん。このまま雨降ってたら。お散歩なしだよ今日あんたたち。行きたいのにね。よいしょ。一応会話は聞いてくれるんですけどね。あの返事が返ってこないだけ。一方通行の会話はできますけどね。今日ないよお散歩。おしまいだよ。雨降ってんだもん。行けないでしょ。な。片付けて終わりましょうか。はい、それでは皆様お疲れ様でした。多分おまけであのズイフトを超えてると思いますけど。